ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今年は地震が多い年だけど、今後は大丈夫かしらね？地震に関しては自然災害なので、はっきりしたことは言えないが、大きな地震が発生する可能性は、高いと言われているからな。そうなのね。まあ、地震大国日本に生まれた以上はある程度の覚悟は必要かもしれないけど、できれば地震は発生してほしくないわね。確かにそれは間違いないな。さて、そんな霊夢のために今回は、地震の前兆について解説していくぞ。地震の前兆、これは気になるわね。任してくれ。まず、紹介する巨大地震の前兆はカラスの大群だぜ。え、カラスが地震に関係しているの？次に話す海の生物に比べて目立った根拠はないけど、これまでに地震が発生した際にカラスが大群で異常なほど騒いでいたという多くの目撃情報が、一時期 SNS 上で話題になったんだ。カラスねー。何か地震とつながりがあるのかしら？はっきりしたことは言えないけど、地震が発生した際に動物が異常な行動をとることは過去に何度も報告されているぜ。なるほどね。人間よりも動物の方が自然の脅威を察する力が優れているのかしら。そこは何とも言えないけどな。ただ、過去の研究では、犬や猫は人間が感じることが難しい大気の乱れなどを感じることができるそうだぜ。なるほどね。それなら、地震に関係している可能性はあるだろうね。次の巨大地震が発生する際の前兆は、海の生物の異常行動だぜ。これはちらっと聞いたことがあるわね。確かに結構有名な話だからな。具体的に言うと巨大地震の前兆に深く関係しているのは桜エビだと言われているな。桜エビってかき揚げとかに入っている小さなエビだよね？そうだぜ、あのサクサクのエビだぜ。それで、桜エビが巨大地震の前兆とどのように関係しているの？まず、桜エビは微弱な電流を感知する能力を持っているんだ。そして、この能力は一般的に微生物を桜エビが食べるために使われる能力だと言われているぜ。へえ、桜エビにそんな能力があるのは意外だよ。ただし、岩盤の動きが活性化すると電流や磁気が発生してしまい、桜エビの能力が鈍くなってしまうとされぜ。その結果、歴史的な不要につながっているんだぜ。つまり、話をまとめると桜エビが不要の時は巨大地震の前兆だと考えられているだね。そうだぜ。また、巨大地震が発生する前兆に関しては、桜エビだけではないぜ。え、まだ他にもあるの？実は東日本大震災が発生する7日前に、茨城県の砂浜に50頭のイルカが打ち上げられなくなっている現象が起きたぞ。もしかして、いろいろな見解があるけど、一般的には地震の出す高周波や低周波が、イルカの方向感覚を狂わせたと考えられているな。なるほどね。じゃあクジラとかも関係しているの？そうだな、海外ではクジラが打ち上げられることが確認された数日後に地震が発生したケースがあるそうだ。なるほどね、じゃあ、仮に砂浜にイルカが打ち上げられていたら地震に対する準備をしておくことが重要だね。そうだぜ。また、桜エビ、イルカ、クジラ以外ではリュウグウノツカイなどの深海魚が浜に打ち上げられている。または、普段目撃されないところで発見されていたら前兆と考えていいそうだぜ。なるほどね、深海魚も関係しているのね。ニュースなどでそんな情報がないかチェックしておくわ。先ほど、話をしたが海の生物の異常に関してもう少し話をしておこう。エビとかクジラの話だね。そうだぜ。それで、クジラに関して何だけど、2011年に発生したニュージーランドのカンタベリー地震では、その2日前に同国のスチュアート島にゴンドウクジラが107頭も座礁していたそうだぜ。ちょっと数がものすごいわね。そんなに集団で座礁したりすることあるのね。確かに100頭を超えるクジラが座礁していたというのはすごい光景だったと思うぜ。他にもクジラが座礁した後に起こった地震ってあるのかしら？もちろんあるぜ。東日本大震災の1週間前には茨城県鹿嶋市の海岸にカズハゴンドウが54頭も座礁していたぜ。あの東日本大震災の前にもクジラが座礁していたのね。このことはニュースにもなったから、覚えている人も結構いると思うぜ。確かにそんなニュースもあったかなって感じだけど、その後に東日本大震災が起きているわけだから、印象が薄くなっていてもしょうがないわね。その後、起こった東日本大震災はまさに巨大災害と言っても過言ではないものだったからな。津波の被害や原発の話など、連日のニュースはそれで持ちきりだったように記憶しているぜ。
本当にあの2011年という年は今思い出しても辛い年だったわね。他にも地震の前にクジラが座礁した事例ってあるの？実は2016年の熊本地震が発生する前にもクジラの座礁が起きていたんだぜ。あの熊本地震の前にも起こっていたのね。熊本地震の8日前、長崎県長崎市大籠町の砂浜にザトウクジラが座礁していたんだぜ。3つの事例を見ても、地震発生地域からそれほど離れていないところでクジラが座礁しているわよね。確かに、その傾向があるかもしれないな。でも、どうして地震の直前にはクジラが座礁してしまうのかしら？そのあたりの話はまだ、解明されていないから仮説の域を出ない話ばかりだぜ。ただ、よく言われているのはクジラは地球の磁場を利用して移動しているそうだぜ。なるほど、地球の磁場を利用して進む方向を決めたりしているってことね。そういうことだぜ、まさに私たちで言うなら羅針盤といったところだぜ。地震の影響で地磁気が乱れることで、クジラの羅針盤に狂いが生じているのかもしれない。そして、海岸に座礁してしまうのね。まあこれも仮説に過ぎないけどな。そういえば、地震と電離層って関係があるとか前に言ってたわね。確かに、地震の前兆として地磁気の乱れや電離層に変化が見られるといった話をしたぜ。そのあたりのことと、クジラの座礁は意外と関係があるのかもしれないわね。確かに、地磁気が乱れるという現象と電離層の影響は関係がありそうに思うな。今後の研究で新しいことが分かってくるかもしれないから期待だぜ。さて、ここまでは地震の前兆について話をしたが、そもそも、日本がなぜ地震が多い国なのか考えていこう。確かに日本が地震が多いことは当たり前の常識だけど、なんで多いのかを詳しく調べたことはないわね。私の予想では、プレートの境界が集中しているからでしょ？そうだな、地球表面にある岩盤のことをプレートと呼んでいて厚さは 100km くらいあるぜ。厚さ 100km って、ちょっと理解しがたい厚さね。まあ地表から地球の中心までは 6000km 以上あるから、地球規模で見てみると大した厚さじゃないと考えられるぜ。そう考えると地球はやっぱり巨大なのね。そしてこのプレートというのは大きく分けると14枚ないし15枚あると言われている。簡単に言えば、地球の表面はこの15枚ほどのプレートが組み合わさって構成されている。球体にプレートが張り付いている感じなのね。まあそんなイメージで良いと思うぜ。そしてプレートには2つの種類があることは知っての通りだぜ。一つは大陸プレート、もう一つが海洋プレートだ。その2つのプレートの境界面がずれることで地震が発生するんでしょ。どっちのプレートが下に来るのかは霊夢も知っているだろ。海洋プレートの方でしょ。その通り、正解だぜ。ところでなんで海洋プレートが下になると思う？確か、海洋プレートの方が重いからでしょ。海洋プレートは大陸プレートに比べて強固であり密度が高いから、沈み込んでしまうんだ。まあ私のイメージはそこまで違ってはいなかったわね。確かに霊夢のイメージ通りと言えると思うぜ。そして、このプレート同士の境界が日本の周辺に4つも存在するんだぜ。そんなに境界面があったら地震大国になるのは当然といえば当然よね。そうだな、日本のプレート事情を考えると地震大国と言われる理由がよくわかるよな。では、次に南海トラフ地震について少し話をしていこう。よろしくね。それで、南海トラフ地震のトラフって地形の名前だったかしら？トラフとは海底地形のうち、細長いお家のことを指す言葉だ。やっぱり地形の名称だったわね。そして、南海トラフというのは、東海地方から紀伊半島、四国にかけての南方沖約 100km を、ほぼ東西に走る海底にある長さ 700km の細長い溝ことだ。そして、この南海トラフは大陸プレートであるユーラシアプレートと海洋プレートである、フィリピン海プレートの境界面に存在している場所だぜ。フィリピン海プレートが沈み込んでいるから溝ができるのね。まさにその通りで、ユーラシアプレートがフィリピン海プレートに引きずり込まれ、少しずつではあるが確実に歪みが蓄積している場所になるんだぜ。そして、いつかその歪みが限界に達して、ユーラシアプレートが一気に元に戻るわけね。そうだな、もっと具体的に言うと、巨大地震と巨大津波の両方を引き起こすといった方がより正確だぜ。さらに、このタイプの地震を海溝型地震と呼び、マグニチュード8クラスの、巨大地震となることが多いことがわかっているぜ。もちろん、海底で起こる地震であるから、大きな津波が発生する可能性が極めて高い。東日本大震災も、このタイプの地震だったんでしょ？まさにこのタイプの地震だったぜ。
それから、南海トラフは3つの震源域に分けられている。東海、東南、南海の3つでしょ。さすがに覚えたわ。その3つの震源域に加えて、さらに九州東側の日向灘を加えることがあるんだよな。さらに南の方の震源域も含める場合があるのね。それなら南海トラフと日向灘は関係があるのね。これまでの研究でこれらの震源域が連動して短期間のうちに地震が起こることが分かっている。つまり、南海トラフ地震は最大で4つの震源域で大地震を発生させる引き金になるかもしれないんだ。これは西日本の太平洋側に甚大な被害をもたらす超巨大地震や巨大津波が発生するかもしれない。最悪の場合を考えると、一つの地震が発生してまた別の地域で地震が起こる可能性があるのね。もし、そうなったら甚大な被害が広範囲で起こる可能性があるわね。確かにそういった最悪のケースも考えられると思うぜ。ちなみに南海トラフに起因する地震はおおよそ100年から150年周期だと考えられていて、前回の南海トラフ地震が1946年の昭和並み地震だとするなら約80年近く経ったことになると考えられているぞ。そろそろ地震が起きてもおかしくはないのね。ちなみに100年から150年周期というのもあくまで地震発生の間隔から導かれたものだからな。つまり、実際のところ、明日起こってもおかしくないってことね。その通り、私たちの想定とは異なる結果が起こる可能性も考えられるからな。また、政府の地震調査委員会は2022年1月に南海トラフで今後40年以内にマグニチュード8から9の地震が発生する確率を 90% 程度だと報告していて、30年以内を想定すると 70% から 80% の確率で発生すると見積もっているぞ。向こう30年でほぼ確実に発生する感じね。そうだな。それで、ここまでの話をまとめると、この地震が発生した場合は東日本大震災を超える未曾有の大災害になる可能性が高いぜ。確かにそれは間違いないだろうね。政府の予測をもっと具体的に言うと、全国で23万1000人が犠牲になり、209万棟の建物が全壊するそうだ。東日本大震災では1万6000人が犠牲になったと聞いたことがあるけど、その10倍以上の犠牲者が出るなんて恐ろしいわね。それで、ここまでいろいろな前兆や南海トラフ地震について話を聞いたけど、巨大地震が発生した際に私たちはどうやって身を守ればいいの？まず、重要になるのは地震が発生した際に自分の身を守る行動を取ることだぜ。例えば、机の中に身を隠すとか？それはいいかもしれないけど、巨大地震では肝心の机が吹っ飛んでしまうことがあるんだぜ。え、その場合はどうするの？その場合は、必死に机の下に隠れるか、地震が収まったらすぐに家から出ることが大切だな。なるほどね。つまり臨機応変な対応が大切なんだね。まさにその通りだぜ。そして、次に重要なのは地震に関する正確な情報を得ることだな。確かに津波の被害とかがあるから、正確な情報は大切だね。最後に一番大切なのは、常に地震に対する心構えを持っておくことだぜ。確かに備えあれば憂いなしっていうしね。そうだぜ。特に家族で地震が起きた際の行動をしっかりと確認しておくことが大切だな。そうね、家族でしっかりと確認しておくことが大切だね。また、一家に一つ防災セットを準備しておくことが重要だな。確かに防災セットは絶対に必要だよね。それと、非常時の食料も準備しておく必要があるわね。そうだな、食料も必要になるが、購入する際には消費期限をしっかりと確認しておくことが大切だな。そうね、しっかりと確認しておかないといざという時に食べることができないからね。そうだな、個人的にはお湯を入れるだけでご飯ができる非常食がおすすめだぜ。え、そんなすごいものがあるの？早速、買い出しに行ってくるわね。よし、私も行くぞ。運転は任せてくれ。運転でよろしくね。さて、先ほどのある出来事とは、茨城県の沖の方で天然ガスが噴き出したことだぜ。え、天然ガス？そうだぜ。でも、この天然ガスが噴き出した件が、何かヤバい状況なのかしら？はっきりヤバい状況とは言えないけど、この天然ガスが噴き出したのは、海底のプレートの動きが活発になったからと考えられているんだ。ほうほう、プレートの動きが活発になるのは怖いわね。となると、気になるのは地震の発生だね。確かにそうだな。だけど、現在この天然ガスは噴き出していないので、何とも言えない状況になっているんだ。つまり、プレートの動きが活発になっているから、
今後は地震の発生に注意しないといけないってことだね。まさにその通りだぜ。次に関東で発生が危惧されている地震について、解説していこう。よろしく。それで、関東ではどんな地震の発生が危惧されているの？いろいろとあるんだけど、最も恐れられているのは首都直下型地震だぜ。首都直下型地震、どこかで聞いたことがあるわね。首都直下型地震とはその名の通り、東京を中心とする関東で起こると考えられている地震だぜ。首都で大きな災害があると大ごとになりそうね。日本は首都に国としての機能のほとんどが集中しているから、日本にとって大きな痛手になる可能性がある。何でも東京に一極集中したのは、災害を考えるとあまり良いことではなかったかもしれないわね。まあ利便性を考えると、集中していた方が良いこともあるとは思うぜ。そして、この首都直下型地震は2つの発生メカニズムが存在しているぜ。1つは内陸型地震と、もう1つは海溝型地震だぜ。陸で起こるものと海で起こるものの2種類があるのね。内陸型地震の場合は、立川断層という断層が震源となる可能性が高いぜ。どのあたりにある断層なのかしら？飛鳥山丘陵、笹新田峠付近を北西端とし、金子台、箱根ヶ崎を経て、武蔵村山市三木付近まで、分布する活断層だぜ。でも、それだと立川という地名は入ってないのかしら？かつては入っていたけど、平成27年の調査において、立川市内には断層が存在しないと報告されたんだ。そこで、名称も立川断層から箱根ヶ崎断層に変更された。しかし、長らくこの立川断層という名称が使われてきたから、多くの資料で今も散見されるぜ。なるほど、そういうことなのね。ちなみに、断層の長さもかつては全長 33km だと考えられてきたが、平成27年の調査では、全長 12km とされたぜ。だいぶ短くなったわね。と言っても、この活断層に脅威がなくなったというわけじゃないぜ。活断層なんだから、確かにそうね。この断層が動いた場合は、マグニチュード 7.4 の地震が東京西部で発生すると考えられていて、犠牲者の数は6300人にも上ると予測されているぜ。やっぱり人口が多い地域だから、桁違いの犠牲者が出てしまうのね。そしてこの断層は、1万年から1万5千年の周期で動くことがわかっているんだぜ。ちなみに前回動いたのは、2万年から1万3千年前と考えられているぜ。いつ動いてもおかしくないってことじゃない。そういうことになるぜ。それに加えて首都圏においては、他にも歪みが蓄積されている活断層があると考えられている。また、まだ未知の活断層もあるかもしれないから、いつ地震が発生してもおかしくないんだ。これは、近い将来地震が起こると考えてもおかしいことじゃないわね。次は海溝型地震についてだけど、このタイプの地震は100年ほど前に起こっているぜ。100年前というと関東大震災のことね。その通りで、房総半島と伊豆半島の海底に存在する、相模トラフと呼ばれる谷神の地形を起点とする、地震が起こるかもしれないんだぜ。関東大震災も相模トラフが原因だったのね。このエリアを震源域とする地震は、200年から400年周期で起こると考えられているぜ。ということは、あと100年くらいは大丈夫ね。前回の関東大震災が100年前なんだから、従来の研究ではそのように考えられてきたが、近年の研究では、関東大震災の際には震源域全体の半分程度しか動いていない可能性が出てきたんだぜ。ということは、関東大震災は相模トラフの半分程度の活動だったってことなの。半分程度の活動で東京は壊滅的な被害を受けたのよね。そういうことになるぜ。つまり相模トラフを原因とする、関東大震災と同等の地震が、近い将来起こる可能性があるってことだぜ。それもいつ起きてもおかしくないってことね。まさに、その通りだぜ。また、この海溝型地震は相模トラフだけじゃないぜ。南海トラフが原因になるものがあるのね。さすがの霊夢も知っていたみたいだな。その通りで、南海トラフを震源域とする、東海地震と呼ばれる地震が起こる可能性があるんだ。このエリアを震源域とする地震は、100年から150年周期で起こると考えられている。そして、前回この震源域を原因として起こった地震は、1854年の安政東海地震だと考えられている。もう150年以上経過しているわね。この震源域の地震も、いつ起こっても何ら不思議なことではないんだぜ。関東地方は多くの爆弾を抱えているような状態なのね。まあ関東地方に限らず、日本という国自体が地震という巨大な爆弾をいくつも抱えた国なんだぜ。日本に住んでいる以上、基本的にどこに住んでも地震から逃れることはできないぜ。えらい国に生まれてしまったわね。まあ受け入れるしかない現実なんだぜ。首都直下型地震が起こるとどのような被害が出るのかしら？それじゃ次は予測される被害に関して話をしてみるぜ。ちなみに、2012年3月に東京湾北部においてマグニチュード7の地震が発生した場合の、予測が報告されていたぜ。
東京都と神奈川県の一部で震度7、東京23区は震度6強の地震が発生すると想定されている。どのくらいの被害が出ると予測されているの？約2万人もの人が、建物の倒壊や火災で犠牲になると予測されているという、恐ろしいものだぜ。もちろんこれは最悪のケースを想定した場合の数字だと思うから、高めに数字が見積もられているかもしれないぜ。犠牲となる人の人数予測がすごく多い印象を受けたけど、よく考えてみたら人口密集地なのよね。まあ関東地方だからな。これまで起きてきた地震の発生地域と比べると、圧倒的に人口が多いから、被害を受ける人の人数が桁違いなんだぜ。ちなみに経済被害は95兆円だと考えられている。95兆円ってちょっと想像もつかない額ね。首都に多くの資産が集中しているからな、かなり高い金額になっているぜ。確かに多くの大企業は東京に本社を置いているわね。そういった面からも、経済被害が甚大なものになると想定されているぜ。もし、この首都直下型地震が起こった場合は、日本全体に多大な被害が出そうね。地震自体の直接的な被害以上に震災後の、経済的な被害を受ける可能性が高いな。これまで地震の被害をある企業が受けて倒産すると、その企業との取引に頼っていた別の企業が、連鎖的に倒産することも数多くあったぜ。立地的に離れていても、取引がある会社がそういった被害を受ける場合があるのね。東京に本社を置く会社はとても多いし、東京にある企業との取引を行う会社は数えきれない。そういった面から考えても、首都直下型地震は直接的な被害以上に、二次的、三次的な被害が、日本全国を長期的に苦しめる可能性は大いにあるぜ。具体的な被害としては、どのようなものが予測されているのかしら？耐震補強がなされていない、都心の建物の6割が倒壊すると考えられていて、その際に大規模な火災が発生すると考えられている。その火災で1万6千人が犠牲になるという予測もあるぜ。関東大震災の時も大規模な火災で多くの被害が出たけど、同じことが起こるのね。巨大地震の後は主要な道路が崩壊し、車などの通行ができないことがほとんどなんだ。そういった状況では、消火活動が十分に行うことができないと考えられるぜ。事実、これまで大きな地震が起きた地域では、被災地の道路などが破壊されて寸断されたり、車で避難しようとした人によって、大渋滞が起きたりした例が数多くあるぜ。それに加えて、仮に消防車が到着しても、放水のための水が確保できない可能性すらあるわね。つまり、消火のしようがない状況になると考えられているってことなんだ。恐ろしいわね。首都直下型地震の被害に関しては火災だけじゃないぜ。相模トラフを起点とする地震や、東海地震などの海溝型地震が起こった場合は、津波の被害も出るぜ。確かにそうね。火事による被害が大きすぎて、その可能性が見えなくなっていたわ。東京湾周辺は海面よりも地面が低い位置にあるから、津波の被害が甚大になる可能性があるんだ。高さ2メートルの津波でも海岸から20キロメートル、高さ6メートルの津波なら海岸から40キロメートルが、水没する可能性があると考えられているぜ。40キロメートルって、とてつもない範囲ね。また、この津波が河川を遡って被害を拡大させる可能性もあるし、都心は地下鉄が発達しているから地下が浸水し、液状化の被害が甚大なものになる可能性もある。確かに地下鉄網がものすごく発達しているわね。また、江戸時代から東京の沿岸部は埋め立てが行われてきた。このことからも、沿岸部の液状化が甚大になる可能性が高いぜ。そういった地盤の上に立っている建物の被害も大きなものになりそうね。そういった面からも、津波の被害はより甚大なものになる可能性が高いぜ。また、そういった状況で懸念されているのは、自然の力による被害ばかりではないぜ。なるほど、治安の悪化ね。霊夢の言う通りで、こういった非常時は人身の荒廃が起こり、犯罪が増加する可能性が高いぜ。いわゆる火事場泥棒や、暴力の横行など、治安は最悪のものになるかもしれないんだ。悲しいことだけれど、これまで地震災害が起こると必ず空き巣の話が出ていたわね。東日本大震災や熊本地震の際もそういった被害が多かったみたいね。自然災害も恐ろしいものだが、人間のそういった悪意もまた同様に恐ろしいものだぜ。そういった犯罪の被害を受けないように、自分の身を守ることも必要かもしれないわね。避難するときは貴重品は必ず持って行った方がいいってことだぜ。持っていけないものは諦めるしかないぜ。震災後の建物は窓などが割れていることも多いから、空き巣にとっては天国だからな。家に侵入するのを防ぐ手立てはないぜ。確かにそうなんだろうけど、なんか悔しいわね。悔しい気持ちは理解できるが、自分の命を守るためにも、避難する方がもっと大事だからな。生きてさえいれば、また取り戻せる可能性があると考えるべきだぜ。火災、津波、犯罪といった被害が出てきたけど、他にはどのような被害が出る可能性があるのかしら？
可能性としてあるのが富士山が噴火するというものだな。過去の歴史を見ても、富士山の噴火と関東地方で起きた地震とは、関連がある可能性がある。なるほど、地震が火山へ影響をもたらす可能性があるのね。富士山が噴火した場合の想定もなされているけど、とんでもない被害が出るぜ。噴火時には火山灰が噴出するわけだけど、その被害も含めるとおよそ2兆5000億円の、経済被害が出ると予想されているんだぜ。桁違いの被害が出るのね、驚いたわ。もう額が大きすぎて想像もつかないわ。どんな被害が出るのかしら？噴火による揺れと衝撃波でガラス塔が割れる可能性や、建物が倒壊する可能性があるんだ。ガラスは飛び散ると危ないから、災害時は近づかないようにしないといけないわね。その通りで破片が飛び散るからな。それで怪我をする可能性がまずあるな。それから、火山灰だけでなく、火山弾というマグマの塊が降ることになる。上から降ってくるわけだから避けようがないわね。火山弾というのは、直径が64ミリメートルよりも大きな火山噴出物のことだけど、火口から数キロメートルの範囲にも飛んでくることがあるぜ。そんなに遠くまで飛んでいくのね。ちなみに重さは最大で400キログラムになることもあるから、凄まじい攻撃力を持っているぜ。恐ろしいわね、そんなのが降ってくるってことなのね。もちろん火山から数キロ離れると、降ってくる火山弾も当然小さくはなるけど、危険なことに変わりはないんだぜ。流れ出たマグマの被害もあるのよね。どの噴出口から噴火するかによって、想定される被害が変わるそうだけど、かつての溶岩噴火の際に噴火したとされる、長尾山から噴火した場合を想定すると、麓の富士吉田市は、噴火から数時間で溶岩に飲み込まれてしまうそうだぜ。たった数時間で町が飲み込まれるとか、恐ろしいわね。今回はここまでだぜ。ガスの件は気になるし、もし首都直下地震が発生したら、やばいわね。そうだな、だから、いつ何が起きても大丈夫なように、常に備えておかないといけないぜ。うん、わかったわ。ご視聴ありがとうございました。